はいはい、ということで次をちょっとじゃあご紹介していきますが、はい、これはね、まあ、ちょっと写真と中身が関連してないことはないんですけども、 CVW-5 アメリカ海軍 の厚木にいる久保航空団ですね、うん、の司令官の交代式がありましたというご紹介で、これか持ってきてる、 ありましたあるじゃないですか、ありました、ちゃんと持ってきてました、さすがですね、岩井さん。何を言ってるかというとですね、この写真ちょっと僕後からちょっと岩井さんにお渡ししたら、岩井さん忘れてきちゃったんじゃないかって、そうコピーしてくるの忘れたかなと思ったありました、すいません、さすがですね、いえいえ、で、まあ、そういったことでこの記事自体はその司令官交代式が CVW-5 の司令 CAG-5 の交代式がありましたという紹介なんですけども、はい、ただその CAG-5 って今ね岩国に移転する話であるとか、いろいろとあったので、で今ねコメントいただいた通りで色がないんだよって、アメリカ海軍の司令機ってすごく派手なのが ね今まで人気の的だったんですけれども、ね、ご覧の通りでですね、今真ん中の2機を除いて今全部これ全部司令官機なんですけれども、はい、色落としちゃってて、今こういうトレンドなんですよ。あ、トレンドが変わるんですか。そうです、まあ、というかトレンドっていうか、要は上層部からの指示で色は落としなさいと、そういう方向なんですね。で今残ってるこの VFA102 とか VFA105 の100番、うん、300番なんかももう長くないだろうと言われてまして、落とされちゃうんですか、はい、これらもそれこそ今垂直ビューカー残ってますけど、それ以外のところは色もすでに落としてありますし、そういう状況なんですね。でこの前ね、その VFA102 のパイロットのやつと話をしたら、やっぱりねいろいろと問題があって、この前もあのロシアのね飛行機をインターセプトした時に、はい、客機で上がったんですって、はいはい、それこそ司令機でね、そしたらやっぱり赤い尾翼だし、所属がすぐ分かると、で結構ねそれがやっぱり今この機密性の高い状態の中で、ちょっと問題なんじゃないのみたいな話にもなったんだよねみたいなことを言ってましたね。なるほど、はい、なぜ自己 PR するなみたいな。そうでもなんかある意味抑止力にもなるし、アメリカ軍はこういうことやってるんだよっていうね、はいはいはい、なんかいろんな意味でなんて、いいこと悪いこと両方ありますよね、なんかね、はい、おっしゃる通り80年代もそうだったねって、70年代すごく派手だったのが80年代に一気にドーンとトーンダウンして、はいはいはい、それからまたちょっと反動でまた戻ったりとか、その僕が話したパイロットも言ってましたけど、こういうのってウェーブがあるんだよと、あ波があるんだよと、だからまあずっとこういう時代が続くわけじゃないとは思うけどね、みたいなことは言ってましたね。はい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 、でまあちょっとこんな写真を見ながらですね紹介をしていきたいんですけれども、この前もちょっとニュースになってましたけど、 VAW-115 の E2C がですね、もう間もなく新しいアドバンストホークアイを使う E2D はい、と交代をするということで、2月に岩国基地にその 2D の VAW-125 が配備になると、はいはい、いうニュースが出ました。でちょっと聞こえてきた話だと、どうもなんかもうそろそろもう本当にすぐ、はい、まだ1月ですけど、はいはい、もうすぐ来るみたいな、なんか噂をちょっと聞きました。あ、そうなんですか。はい、でそれと合わせて岩国への、ね、厚木からの移住も本格化するというニュースも出ましてですね、で夏ごろからって話が多分出てたと思うんですけど、はいはいはい、でこの前ですね岩国市に対する政府からの説明会があったらしくてですね、はい、それを聞いたところによりますと、どうも具体的な話としては、まあ、夏ごろからその移動準備は始まるんですけれども、はい、実際には多分秋のクルーズが終わる頃に、まずスーパーホーネットの飛行隊2個がまずは行って、はいはい、でその次に年明けぐらいにですねグラウラーの飛行隊が1個行って、でさらにその後どうも次の出航の直前ぐらいに、残りのスーパーホーネットの飛行隊2個が行くと。あ、そうなんですか、うん、じゃあ秋以降も少しは残るんですか。そうですね、という一応そういう今の段階での計画だと言われてます。はいはいはい、ただそれこそ去年のね厚木 の、スプリングフェスティバルとか行った方はご存知だと思うんですけど、VFA102 なんか、もう去年中にね行っちゃうみたいなつもりでいて、さよならのパッチとかいっぱい高い値段で売ったりしたんですよ。ひどいやつらだなって感じなんですけど、でそれがまたのうのうとね今度のスプリングフェスティバルでも多分いますから。ただ彼らは冗談抜きでその時点では行くつもりだったんです。行くつもり、
転する予定だった、ね、はい、実際僕の聞いた話でも、うん、来年去年の夏にはね、うん、当初の予定では行く予定になってたんですよ、はい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 、それがまあいろんな事情で、でもいろんな事情っていうのはそれこそあの基地の中の施設であるとか、うん、居住区の話とか、うん、そんなところの問題らしいんですけれども、うん、そういう理由で遅れてということで今に至ってるんで、うん、まあこれがさっき言ったみたいに11月1月5月ぐらいっていう話が、うん、まあこのまま進むかどうかっていうのはこれまた微妙なところかもしれないですね、はい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 、というところですね、はい、はい、まあまあいい時間になってきたかな。そうですね、はい、今回ですね徳永さんはですねちょっとあの珍しく地味めな飛行機なんですけどドルニエ228なんですけれども、ドルニエ、はい、これがねそれも軍用機じゃないんですよ、ドイツのですねあの海洋監視局の飛行機なんですけれども、あのちょっと面白いですよね、なんかね新島行く人とかねこういうの乗ってるんですよね。あ、そう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 、あの調布から飛んでますよね、調布から飛んでるね、はい、全く同じ機体、八丈島とかね、はい、全く同じ機体ですね、ドルニエ228なんですけれども、はい、これ海洋監視局っていうかあのちょっと今適当にましたけどドイツ環境保全省っていうところの海洋監視機なんですけれども、はい、2機持ってるらしいんですけれども、うん、で飛行機自体はね一応さっき言ったみたいにその民間機ではあるんですけれども、うんうん、運用はあの一応ドイツ海軍が任されて、うん、やってるような。これも写真があるんですね。あ、そうですね。すみません、はい、なんだ F、はい、そうですね、あのこれそれこそあの扉ページと同じ写真です、はいはい、でこれ第一次大戦、そうですね、ドルニエといえば、まあ、第一次大戦第二次大戦両方あのドイツ軍機作ってましたけどね、うん、はい、あのこの228はやっぱりでも名機でしてですね非常にいい飛行機ですよね、なんかね、うん、はい、あのでこの飛行機を使ってそういったあの何でしょう、例えば海上でのゴミの不法投棄であるとか、うん、はい、油の垂れ流しであるとか、はい、そういったものをあの監視したりして、で実際に結構成果を上げているそうです。あ、そうなんですか、はい、こちらじゃあせっかくですね、不法投棄とか、はい、監視できるんですか。まあ、いや監視できるというか、まあ、実際だからこう回って回ってみて双眼鏡で見て、はい、まあ、あのアナログにやってるんでしょうねきっとね、はい、あの特にそれこ そ, そのすごいあのなんていうんでしょう、サーチシステムを持ってるとかいうわけではないですから、もちろんその FLIR のようなものはね積んでるんですけれども、はいはい、まあ、人海戦術ではありますけどね、はい、はい、いや、そういう機体のね、この、はい、あの下にこう出てますもんね、これ何なんですかね、ステップみたいなのがね、機体の。あ、そうですね、これはレーダーですね、一応ね、あの水のね、あの、はい、スラーといいますか、はい、文字が書いてる下にね、そうですね、はい、ステップが、はいはいはい、で黒いのはアンチグレアって書いてある。そうですね、アンチグレアっていうのはそのいわゆる眩しくないように黒く塗るっていうことなので反射よけなんですけれども、うん、はい、おっしゃる通りで、そうです、ノーズの部分と、はい、あとそれからあのエンジンナセルのね、はい、内側も黒く塗ってありますよね、はいはい、これはまさにアンチグレアですね。あ、そうなんですね、はい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 、というようなちょっと面白い記事がありますのでぜひご覧になってください。はい、はい、それとはい、それからちょっとこれは遅くなりましたけど、昨年の11月の末にですね行われた、台湾のチンチャン館という基地のですね、うん、あのオープンハウス、なかなかね今台湾のオープンハウスも日本人がパッと行って行けなくな、うん、あの見に行けなくなっちゃったんですけれど、うん、あの事前申請が必要になっちゃったりしてね、はい、ですけれども、あの台湾ってそれこそ F16 持ってるわ、あの、国産のねあのチンクを FCK1 持ってるわ、うん、それからミラージュ2000持ってるわでね、うん、いろんなものを持ってるんで面白いあの軍隊ではあるんですけれども、うん、はい、あのアクロチームもね雷鼓少佐というのを持ってますしね、はいはいはい、あの非常に面白いんですけれども、そういうことで航空祭に行くときには事前申請が必要だということですので、うんうん、ただあの博物館とかはね一般の方でも入れるそうですから、うん、はい、あの台湾行こうって今言ってらっしゃる方がいましたけれど、うん、はい、あ、そう、 F5 もまだありますね。そうですね、うん、はい、何かしたら捕まっちゃうとかないんですか、台湾で。昔はだからこういったことは注意してくださいみたいな。昔は基地の外で撮影したりするとすごく危なかったと思いますけど、うん、ですよね、まあ、シンガポールとかも昔そうですよね。そうですね、今はそれほどでもないかもしれない。ただ逆に言うと中国との関係っていうのを気にしていて、うんうんうん、あのその辺はうるさい。日本人が航空祭に入れなくなったのも、うん、そういう対中国対策みたいな部分があるそうなの で、 へ、で結局日本人と中国人と見分けつきますので、台湾人とね、はい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 、だまあそういう意味でその台湾人であるよっていうような、うん、あの明らかなその身分証明がない人は全部ダメっていうことでやっちゃうんですよね、うん、風呂桶を置いて、あの
ね、水で顔洗えって言ったら分かりませんよね。だそうなんですか。そうですよ。え、水で顔洗えないんですか。そうですよ。日本人だけですよ、こうやって洗うのは。あ、そうなんですか、はい、へえ、あ、面白い、初めて聞いた、ね、それ第二次世界大戦中もそうでしたから。あ、そうなんですか。アメリカそれで識別をするんですか。そうです、アメリカ人がお前日本人かどうかっていうので、うん、へこうやったら中国人はできないですから。あ、そうなんですか、へえ、面白い、初めて聞きました。はい、へえ、はい、ですね、はい、S2 ってまだ飛んでる P3… S2 がですね、もうちょっとだけ残ってるんですけど、今もう P3C にあの機種改変してる最中ですね。麦飯食べさせる。麦飯ぐらい食べるでしょう、ね、食べるだ、ね、食べるでしょうね、はい、はい、え、うん、ということです、はい、はい、それからあとちょっとこちら派手派手な FDA のね、あの FDA が今丘珠に飛んでるんですけれども、はいはい、これがねなかなかその丘珠って風光明媚な空港なんで、あの結構絵になるんですよ。それをあの、うん、北海道在住の河合カメラマンにですね、いろいろとあの取りためていただいたものを今回紹介してますんで、うん、FDA も路線どんどん拡張してますもんね。増えてますよね、増えてますね、びっくりしますね、はい、もう、韓国は S3 導入するのかな、 S3 導入するらしいですよ。まだなんかでも詳しい話が聞こえてこないですけど、どうもなんか購入契約したって話は聞こえてきてますね、はい、今12号機まで行ったんでしたっけ。そうですね、12号機まで行ったんですよ ね、もうこう、うん、カラフルで ね、あの見てて楽しいですよね、やっぱりね、はい、はい、ね、はい、でこんなのがね、ここ結構さらっといきましたね。いやもっと行きたいですか。いいですね、はい、全然、あの、はい、もっとあの結構いろんな色の飛行機をねここで紹介してますね。あの ゴールドのやつも ね、ゴールドもね、綺麗ですよね、はい、あのぜひご紹介、あの楽し紙面で楽しんでいただければと思います、はい、はい。